どうも、はい、中本と申します。はい、今日はですね、最近ね、買ったね、はい、この子たちがね、最近無事に仲間入りしたこの子たちをね、ちょっと今日はご紹介していこうと思います。簡単に言うと最近の購入品紹介ですね。なんか最近してなかったので、まあ動画とかでもね、買ってるものとかも多いので、ちょっとご紹介していこうと思います。まずまあつけてるものからいきましょうか。こちらですね、バックジャックのヒップバッグでございます。この動画で行かしてもらったハグレさんで購入させてもらったアイテムになります。はい、このヒップバッグを買っておりました。青色のロイヤルブルーと言ってもいいぐらいのかなり青いヒップバッグですね。ヒップバッグって僕2つ持ってるんですよ。あとエリミネーターさん別注のものと自分のリュウ別注のもので2つ持ってるんですけれども、どちらも黒で、ちょっとこのロイヤルのブルーっていうのが斬新だったので、今回はね、買わせていただきました。某家具屋さんのカラーをイメージして作られたような保護っていうメッセンジャーバッグあったんですけど、これがちょっと欲しくて、バックジャックって僕の中では真っ黒だったり、こうちょっとモードにスポーティーに合わせられるようなアイテムっていうイメージだったんですけれども、それを完全に覆された感じだったので、これはすごい色的にもいいなと思ってね、買わせてもらいました。すごいいいですよ。うん、カバンで色味のアクセントつけれるといいなと思ってね、買わせていただきました。赤もあったんですけれどもね、赤もあったんですけど、僕はねちょっと青にさせてもらいました。こんな感じです。残りの残暑にね使っていこうと思います。はい、まあだから1点目はバックジャックのヒットバッグっていうポーチですね。アグレさん、ありがとうございます。はい、では次にご紹介します。こちらですね、こちらが MSU さんの伊勢丹メンズ館ポップアップの時の限定の、まあ、ヴィンテージのリメイクシャツでございます。はい、このように刺繍も入っているような白シャツになっていて、白地に白で刺繍されているような白シャツになっております。ドレスシャツなんですよね。ドレスシャツを解体して、ウエスタンのポケットね、ここにウエスタンのポケットつけて、ここに刺繍入れてジップアップにしてっていうようなのが、ディテールをすごい加えてるんで、めちゃめちゃ大変な工程を乗り越えているだろうと思われるようなシャツですね。古着とかで有名かもしれないですけど、アローっていうブランドのシャツをこうリメイクされてる感じですね。まあ、いろんなシャツをリメイクされてるので、そういろんな形があって、サイズも一つ一つ全部違うっていう風に言っていて、もうジップアップのディテールっていうのが、まあ、一応ボタンもついてるんですよ。ボタンも一応ついてるんですけれども、まあ、ジップアップのディテールっていうのがこの MSU さんならではというか、ディテールにはなるので、まあ、そういうところがかなりね、僕はいいなと思って買わせていただきました。ちょっとギャザーっぽくなってるんですよ、ここが。白地に白刺繍ってすごいいいなって思いました。すごい着てますね、これは最近。ちょっとでも涼しいなと思ったらこれ羽織るようにしてます、最近。白シャツって本当に爽やかだなと思って、着てるとやっぱり気分が上がるというか、シャツ1枚で出られる気候って最高ですよね。本当にそれは思います。リメイクシャツとか久しぶりに買ったんですけども、すごいいいなと思ったんで、はい、リメイクさんありがとうございます。こちらは LE さん、こちらの動画で買わせてもらった、ショップさんで買わせてもらった LE さんの白シャツでございます。これはね、羽織った時になんかすごく、なんて言うんでしょうね、初心に立ち返るというか、こういう白シャツっていうか、なんか僕やっぱシンプルな服を買うことが減ってきてしまっていて、でもこれを着た時にやっぱりその白シャツの良さだったりとか、そういう、なんて言うんでしょうね、最初に服を好きになった時にやっぱ白シャツって好きになるし欲しくなると思うんですけれども、その時の感覚をすごい蘇ってきて、なんか懐かしい古き良きって感じだなって思ってこれはね、買わせてもらいました。これね、値段もね、お安かったんですよ。16,000円、非常にお手頃だったんで。 LE さん自体はコモリっていうブランドがあると思うんですけど、コモリのコモリさんが監修されているというね、生地との選定とか、まあ、シルエットとかっていうところにも小森さんっぽさが出ているようなブランドになりますね。これサイズが9つから選べるんですよ。身幅と丈感、それを選べるようになっていて、それが3段階ずつになってるんですよね。身幅はめちゃめちゃワイドで、丈はスタンダードっていう2段階目っていうシャツを買わせてもらいました。白シャツって全ての基本であり、やっぱデニムに合わせるにしても、スラックスに合わせるにしても、前開けできるにしても、このシャツっていうのってやっぱりコーディネートの主役にもなるし、いろんなコーディネートに万能で合えるシャツだと思うんですよね。で、白って特にそうだと思っていて、まあ、白シャツの動画とかも僕出したと思うんですけれども、白シャツって本当に素晴らしいものだと思っていて、でレギュラーカラー、まあ、これレギュラーカラーっていうんですけど、カラーっていうのは英語で襟のことを言ってるので、これはね、レギュラーカラーっていう一番シンプルでありスタンダードなカラーになるので、一番王道のシャツって感じなんですよね。ボタンダウンとかもそうなんですけれども、レギュラーも同じぐらい有名なので、そういうシャツで自分好みのシルエットを買うっていうのもすごい楽しいなって本当に今回思えたようなシャツでございます。ちょっとこっちも掘ってみましょうか。なんて言うんでしょうね、一着持ってて損はないんじゃないかなって本当に思いますね。素材感に関してもブロードに近い感じですね。まあ、非常にちょうどいい素材感になっていて、まあ、厚すぎず薄すぎずっていうような素材感になってます。ぜひ気になる方はね、自分好みの白シャツ、自分好みのサイズの白シャツを見つけてみてください。白シャツ欲しいなって方は行ってみてください。はい、次行きます。ヘルムトラングさんの、まあ、初期に作られたと言われている、まあ、本人が作った時ですね、90年代から2000年代ぐらいのアイテムだと思うんですけれども、パラシュートパーカーになります。非常にね、まあ、色味がいいなと思ったというのと、まあ、ヘルムトラングさんでも結構昔のものをアーカイブ買ったりすることが割と多いんですけれども、昔買えなかったアイテムでちょっと懐かしいなと思って今回ね、買わせていただいたアイテムですね。古着で買わせていただいたアイテムになります。トラングさんって昔結構軍物をサンプリングして
まあ、インスピレーションを受けて作ってるアイテムが非常に多くて、この一つなんですけど、こちらもね、コットンのベルトがついているんですよ。パラシュートみたいな体とブルゾーンをまあ固定することができる、あのベルトがついていて、人間からサンプリングしているパラシュートパーカーになります。はい、こんな感じです。わかりやすく言うと、やっぱ M サイズを買わせてもらいました。なんかちょうどいいサイズ感でいきたいなと思って、こちら M で買わせていただきました。ラムさんの昔のものって結構面白いアイテムが多いので、まあ、人とかぶりにくくもあると思うので、ぜひね、気になる方は見てみてください。ちょっと着てみましょうか。まあ、このように少し固定したりもすることもできて、まあ、こうやってパッて脱ぐこともできるっていうね。なんかこの赤いフーディーっていいな、赤いブルゾンって僕持ってないなと思って、ちょうどいいサイズ感のがいいなと思ってたんですよね。なんかこう大きすぎるっていうのもどうかなって思っていて、このヘルメットランクを着る上でうまいことコーディネートにね、入れ込んで着ていきたいなと思っております。はい、今中ベルトで固定してるんですけど、いいっすねLE さんのクルネックの T シャツになりますね。さっきの白シャツを買った時にこちらもね、一緒に購入させていただきました。一番身幅がワイドで、丈がスタンダードっていう、まあ本当にさっきと同じ感じですね。全くさっきとサイズは一緒のものを一応買わせていただいたって感じですね。ザって感じなんですよね。どっちも白 T も白シャツも、厚で過ぎないんですけれども、薄すぎもしないっていう、張りも少しあるっていう。電軸で作られているので、長い間使っていただけるんじゃないかなっていう白シャツですね。まあ形が本当にこれは非常にいいなっていう感じなので、こんな感じで LE って書いてあります。なんか本当こういうシンプルな白 T って僕はすごい好きなんで、これ一応6000円くらいかな、非常にお安かったんで、ぜひね、気になる方は見てみてください。はい、行きます。お次はね、結構僕にしては結構珍しいというか、皆さんも中もそれ着るんって人もいるかもしれないです。ニードルズさんのバンドカラーシャツでございます。はい、非常にね、ニードルズ中も買うのっていう方めちゃめちゃ多いと思うんですけれども、本当にね、久しぶりに買いました。僕正直めちゃめちゃ久しぶりに買いましたね。 4,5 年ぶりとかそれぐらいじゃないかなっていう。ビームスで働いてる時とかに買ったのが最後ですね。だから僕学生の時なんで、めちゃめちゃ前が最後って感じです。これはニードルズっていうのは、まあね、ペンテス系ってよく言われたりするんですけれども、エンジニアードガーメンツさんもそうですし、まあこのニードルズさんっていうのも非常に有名なドメスのブランドですね。まあ本当に何て言うんでしょうね、認知度も高いですし、ファッションやっててあんまり知らない人がいないぐらいめちゃめちゃ有名なブランドですね。ネペンテスっていうのは1980年代後半、88年とかに創業された清水さんという方がいらっしゃって、まあ、その方がネペンテスの代表でやられてるんですけれども、まあ、その方がデザイナーでやられております。本人がデザイナーでやっていて、ニードルズ自体は1995年かなからスタートしているようなドメスのブランドですね。まあカジュアルなウェアが非常に多くて、先ほど僕ビームスっていう風に言いましたけど、ビームスで方の最後って言いましたけど、まあ、本当によくビームスさんとかともコラボとか別注とかよくやられているような、デイリーで着れるんだけどおしゃれな服っていうのが非常に多いブランドさんですね。2012年ぐらいからリビルドバイニードルスっていう別ラインも出たりしていて、非常にね、あの人気がある有名なブランドとなっております。このニードルスさんって何が特徴的なのって言ったら、やっぱジャージがすごく有名なんですよ。このジャージ、このジャージのセットアップとかが非常に有名で、おしゃれなジャージっていう概念を僕は初めて覚えたのがニードルスさんだったんです。この蝶のロゴが非常に有名で、まあ、これが入っていることでニードルスさんってみんなわかるっていうようなブランドさんになっていて、非常にね、あの僕の中で思い入れのあるような、これ実はビューティー&ユースさん別注のシャツになっていて、たまたま出会ったんですよ。たまたまビューティー&ユースに入った時に、あ、これかっこいいなと思って、黒と紫があったんですけれども、ニードルスさんといえばというところで紫の方を買わせていただきました。これで S サイズなんですけど、結構大きいサイズ感で、一番特徴的なのはね、イブになってるんですよね、袖の部分が。まあ、だからちょっと、なんていうんでしょうね、シャツっていうよりはライトアウター感で着れるっていうところが僕は非常にいいなと思って。これ結構安かったです。2万3100円とか、これ税込みで。それぐらい。2万3000円前後だったんで、非常にお安いなっていうアイテムだったんで、まあ黒もあったんで、どちらも使いやすい色だと思うんですけれども、ちょっとね、やっぱりニードルスといえば紫じゃないかなっていう王道のカラーを買わせていただきました。ちょっと着てみましょうか。買った後にどれだけ着るかっていうところを考えながら、僕はちょっと買おうかなって最近思ってるので、いいですよね。なんか紫ってちょっと斬新ですね。なんか怪しい感じがしますねこれだけ見てるとすごい怪しい感じしますね非常にいいと思いますけどね。こことかにここにね、刺繍が入っていて、非常に僕は好きですけどね。袖がこういう風に、ね、リブとなっているので、丈はちょっと長めですかね。どちらかというとこんな感じなので、でポケット2つ入ってるんで、結構こう大きいので着れるので、デイリーにすごい使えるなっていうアイテムですかね、このシャツは。めちゃめちゃいいんじゃないかな。すごいね、これ気に入ったので、ぜひね、気になる方はビューティー&ユースさんだったらどこで持ってるのかな、ちょっと僕はあんま分かんないんですけど、僕はあの渋谷の神南のビューティー&ユースさんで買わせてもらったんですけれども、ぜひ気になる方はね、ちょっとまあ調べたり見てみてください。マルジェラの 17SS のドッキング半袖スナップシャツみたいな感じですかね。このボタンがスナップボタンで止まるようになっていて、一応ね、こう袖の部分も
スナップみたいなもので中で止まってるんですよ。このように止まっていて、そう変わってるんですよね。こっちが T シャツ生地なんですよね。このトラさんがいるところ、トラさんがいる方は T シャツ生地になっていて、ここがシャツ生地になってるんですよね。まあ、かなり薄い生地感にはなるんですけれども、シャツ生地になってます。 T シャツとかカットソーっていうよりはシャツのブルーに入るのかなっていう、まあ、ボタンで前開きでも着れるので、一応ね、この袖の部分はどちらも T シャツ生地になってます。ここも T シャツ生地で、こちらも T シャツ生地になってます。だからここだけですね。ここだけシャツ生地って感じです。2万5000円ぐらいかな、確か。うん。2万5000円ぐらいでした。マルジェラって僕すごい好きでいっぱい持ってはいるんですけれども、変わったアイテムってやっぱりマルジェラらしさもありますし、とてもこういう風にこだわって、スナップでくっつけてるっていうところが、やっぱり僕はいいなと思って、1枚で着ることもありますし、なんかまあ、白 T とかの上に着ることもあるので、まあ、非常にいいなって思っております。ちなみにこれは10番ですね。メンズのそのコレクションラインになりますので、そのシーズンのアイテムって感じになりますね。14番に丸がついてると、まあ、毎年出してるというか、まあ、例年出してるような、まあ、ワードローブに近いようなアイテムが14番に丸がつく形になりますので、ぜひ気になる方はね、ちょっと調べてみたりしてみてください。非常にいいので、はい、ということでね、今回は7着8着ぐらいかな、ご紹介させていただきました。うん、結構買ってますね。うん、いつも服買ってますね。うん、最近ね、ちょっとね、やっぱこう残暑というか涼しくなってきて、ちょっとね、こう羽織ったり、なんかちょっとずつね、こう秋が来てる感じが、秋冬がね、迫ってきてる感じがしますので、服を買うテンションになってきてる方も非常に多いかと思いますので、 LINE とかでもできますので、ぜひね、買い物を楽しんでみてください。はい、こんな感じで僕はいつも発射系動画を上げています。もしいいなと思ったらチャンネル登録と高評価を、ね、どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも、中間です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価、何卒よろしくお願いいたします。あと、インスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。